あ、面白いね、問題ですね。見ていきましょうかね。ルート11を小数で表すと、どうやら 3.3166247 点と続いていくそうですと。そこで、この数の小数第1位の3、ここですね。この数を5に置き換えた数。これを3をね、5に書き換えた数ですね。5に書き換えた数、166247を A としますと。で、同じく小数第1位の3を1に置き換えた。ここの数を1に置き換えた 3.1166247 これを B と置きますと。で、この時 A×B の値を求めてくださいねって言ってるわけですね。まあ大変ですよね。3.5166247 3.116611667もいいや。これを掛け算すると。先生、ここの部分分かったので、どうやって掛け算すればいいんですかと。まあまあ確かにそんな気持ちになるわけですよね。さあ、どういうふうに考えていけばいいのかっていうと、当然ね、A とか B、こういうふうに無限に続く小数の形で計算することなんかできないわけです。そもそもスタート地点、これはルート11の値をいじくってるわけですよ。ルート11の値をどういうふうにいじくったんですか？これはもともとあったルート11の値から、0.2 だけプラスした値ですよね。小数第1位が3から5に変わったってことは 0.2 だけプラスされてるわけだから、こいつルート11プラス 0.2 っていうふうに表せるはずですよね。OK。同じ理屈で B っていうのはどういう値なんですか？ B っていうのはどういう値ですか？これはルート11っていう値のこの小数第1位が3から1に変わってるので 0.2 だけ引いた値ですよね。0.2 だけ引いたんですよね。マイナス 0.2 なわけです。ということは AB って何ですかって言われたら、ルート11プラス 0.2 とルート11マイナス 0.2、 これの積だったわけですよ。ああ、これ何の形ですかね。和と差の積ですよね。x プラス y かける x マイナス y、 和と差の積の形は2乗マイナス2乗ですよね。すなわちこいつはルート11の2乗マイナス0.2 の2乗を計算すればいいわけです。はい、ルート11、2乗したら11ですね。0.2、2乗すると 0. これ気をつけて、04ですからね。0.04 になりますので、引き算してください。10.96 という値になります。OK ですかね。複雑そうに見えるんだけれども、仕組みが分かってしまえば、実は結構シンプルな問題だったわけです。